整列うーならべー。今日は皆さんに、どうしていつも断捨離に失敗するのか、教えて差し上げます。ノーサンキューでーす。素敵なお部屋の最低条件、せめてお部屋ではない状態にするために、断捨離に目覚めるところまではいいのですが、結局何も捨てられない問題に負けて、スタート地点に戻ってしまうこともあるでしょう。それ以上余計なことを話す時を見ることになりますよ。お片付けが成功する人と、失敗する人、その分かれ目は、二分のファンタジスタを正しく扱えているかどうかが大きく影響しています。本人の性格の問題も絶対あると思うけど、とりあえずなんだそれは、様子のおかしいインテリア店。まず大前提、我々のメンタルはクソ雑魚です。正しい判断力なんて最初から1ミリもないことを基準に考えましょう。くくー、反論の余地がありませんな。大人気の片付けコンサルタントこんまりさんが提唱された、ときめきで判断する断捨離術、マイナスイメージの強かったお片付け界隈に、ときめきという前向きな印象を与えた大発明ではありましたが、ありましたが、持ち物がときめくかときめかないかにフォーカスした、気持ち基準の仕分け方、あれいざ自分でやってみると、持ってるもの全部ときめくわ、じゃあ一つも捨てられないわね、で終わってしまいがちです。やったことありませんが、Y の意志力を持ってすればそうなりますわな。自分の気持ちすらよくわからないから困ってるんです。気持ちは確かに大切ですが、気持ちだけで判断するのはやめましょう。ほほう、具体的な施策として、好きかどうかという気持ちの軸と、結局使ってるのかどうかという客観的事実の軸で、ダブルで判断するのです。おのれ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 、我振りなり、様子のおかしいインテリア店。それでは早速、好きか嫌いか、使うか使わないか、この二軸で、選手の分別をする具体例を見ていきましょう。ぬぬぬぬ、また一旦休憩を挟みましょう。まずは、大好きかつ、使うもの、またんのかい、スマホとかパソコンとか、ヘビロテしてるお気に入りのバッグとか、お部屋に飾ってる推しキャラのタペストリーとか、気持ち的にも気に入ってるし、生活の中で明確な使う場面があるもの、これは堂々たる、一文です。本当に捨てなくていい。言われなくても誰も捨てませんわな。以前にも解説しましたが、断捨離は捨てれば捨てるほど偉いわけではありません。将来的な豊かな暮らしをきちんと見据えて、本当に大切なもの、本当に役立つものはきちんと残しましょう。ういうい、それだけは得意です。では次、好きじゃないかつ、使わないもの、Amazon の空箱とか破れちゃった T シャツとか、インクが切れたボールペンとか、ありますなありますな、定期的に湧いてきますわな。こいつらは何軍とか関係なく、戦力外です。問答無用で消毒です。言われなくても誰だって捨てますわな。捨てたとしても、気持ちも生活も困らない。いわば、捨てれば捨てるほど生活が快適になる、行政のゴミですからね。これまでの功労に感謝しつつ、ありがたくゴミ箱に送りましょう。うむりこうむりこ、一文を残して、戦力外を捨てる、ここまでは自力でできる方もおられるでしょう。まあ何も考えずに仕分けできちゃいますもんね。っていうか断捨離ってさ、ゴミを捨てる労力そのものよりも、どれを捨てるか決断する仕分け作業の方が実質しんどいよね。その通り、一軍は残す戦力外は捨てる。これは難しく考えなくとも、いわば当たり前のことですが、お片付けに成功する人と失敗しちゃう人、その運命を分けるのは、残りの二軍が攻略できるかどうかにかかっているんですよ。ふおー、様子のおかしいインテリア店。好きか嫌いか、使うか使わないか、この二軸で物を分別した場合、組み合わせのバリエーションが、まだ二つ残ってますよね。なんとなく嫌な予感がするので、あまり続きを聞きたくない気分です。そう、この二つがどちらも二軍です。大好きだけど、使わないものと、好きじゃないけど、使うものですね。聞きたくない聞きたくない、それ以上心の弱いところに踏み込まないで、警察呼びますよ。誰もがあんまり踏み込まれたくない内容だからこそ、みんな同じところで失敗するんです。 SNS でキラキラしている断捨離の成功者さんたちは、みんなこの苦しみを乗り越えているんですよ。ぐおー、 SNS なんてこの世からなくなればいい。大好きだけど使わないものと、好きじゃないけど使うもの、この2種類の二軍たちを、うっかり両方残したり、うっかり両方捨てたりしてしまうと、今後の生活改善がうまくいきません。さて、どちらを残して、どちらを処分しましょうか。ノーコメント。そう、断捨離を成功させるためには、大好きだけど使わないものとのお別れを検討することが大切なのです。どうやっても解説が止まらねえ。かっこいいから好きだけど、足が痛くなるから履かないスニーカー。可愛いから好きだけど、重くてつい敬遠しちゃうバッグ。高かったから好きだけど、お部屋に合わなくてずっと押し入れのアート。ツインテールだから好きだけど、もっと好きなキャラでスペース埋まってるから飾れないフィグア。やめろ、もうやめてくれー。たとえ押し入れの肥やしでも、コレクションとして、集める幸せをしっかり楽しめているものならいざ知らず、そういえば持ってることさえ忘れてた、みたいなやつ心当たりがあるんじゃないでしょうか。それ以上の狼藉は Y の後ろに控えてる。視聴者様が黙っていません。好きだけど使わないものというのは、言い換えれば、好きにもかかわらず、それでもどうしても使えない、そんな無能なやつなんですよ。ぬおー、使わないにもかかわらず、好きなせいでやたらと捨てにくい、そんな厄介な連中なんですよ。冷静に考えたらそうなんだよなー。嫌いで使わないなら当たり前、見方によっては、好きなのに使わないものの方がよっぽど重症です。そんなもん今後の人生で、一生使う機会はないぞ。正論で殴るのはよせ、愛のない正論が一番人を傷つけますよ。あなたが愛を持つべきなのはむしろ、最後に残った、もう一つの二軍に対してですよ。ラスト、断捨離史上最も中途半端な二軍、好きじゃないけど、使うもの、これこそが、地味だけどとっても大切なあなたの味方、二軍のファンタジスタ、なのですよ。ということ？様子のおかしいインテリア店。
そう、好きじゃないけど使うものを、うっかり捨ててはいけません。どれだけ気持ち的に上がらなかったとしても、生活で実際に使うシーンがあるのなら、それを捨てたら不便になっちゃいます。コンビニ行く用の適当なサンダルとか、学生時代からずっと使ってるジャージとか、こういうものは早く捨てなきゃと、気に病む必要はありません。がぜん興味が湧いてきましたよ。自分の中でのときめきは少ないかもしれませんが、好きでもないのに使い続けてるものは、本当の生活必需品です。断捨離しなきゃと焦ってしまったとき、慌ててこのゾーンを捨てないように、十分注意してください。それはまあわかるし、個人的にも捨てなくていいのはありがたい話なんですが、これを二軍のファンタジスタとまで呼ぶには、ちょーっと理由が弱いような気もするんですが、さもありなん、好きじゃないけど使うものの魅力は、ここまででまだ半分です。そんなのをいやいや持ち上げすぎじゃない？いいですか、お片付けっていうのは今だけ良ければいいわけではありません。今の暮らしも大切ですが、将来の理想の暮らしのことだって負けないくらい大切です。そりゃあそうですけどね、さっき言ったダメな方の二軍、大好きだけど使わないものについては、好きにも関わらず使わないんだから、今後一生どうせ使いません。言ってましたねー。でもね、もう一つの二軍、好きじゃないけど使うものの方は、いやでも普段から使うものなんだから、いつかお気に入りに買い替えるだけで将来的に一軍に昇格できるんですよ。むー、お気に入りに買い替えれば大好きでしかも使うものに変わるんだから一軍に進化可能。おーおーおー、はいはいはい、使うことは分かってるんだから物自体を好きに変えてやるだけでいいんですね。理想の暮らしの最終ゴールは大好きな一軍だけに囲まれて暮らす生活です。そこを目指すための第一歩としての断捨離とは、何でもかんでも捨てることではなく、いつか一軍だけに囲まれた生活を送るために、現時点ですでに大好きな一軍と、いつか一軍に昇格できる二軍のファンタジスタだけを手元に残す作業なんだよ。おーおーおー、お部屋の改善が下手な人は大抵、大好きだけど使わないものばっかり永遠に買い足しています。思い当たる節がいっぱいありますわな。そういう買い物ってぶっちゃけ超楽しいのですが、これを機によかったら一歩立ち止まって考えてからお買い物をしてみていただけたら幸いです。気が向いたら考えてあげましょう。様子のおかしいインテリア店というわけで、いつか理想のゴールにたどり着くため、はーい、気を抜くとすぐ、大好きだけど使わないものを残しがちなんだけど、今回のお話で少しでもそういった、役に立たないけど無限にもしにくい悪質なタイプと、縁を切る勇気が生まれてくれたら嬉しいです。言い方は最悪だけど言いたいことはわかります。いや本当に冗談ではなくね、使わない二軍ってのは、断捨離の世界ではトップクラスの悪玉野郎なんですよ。不要は不要なんですが、捨てにくいものの代表としても有名ですので、せっかく動画まで見たのに勇気が出なかったとへこまないでくださいね。それくらい厄介な案件なので、でも逆に言えば、こいつさえ突破してしまえばゴールは近いってことですよね。一軍と二軍のファンタジスタだけに囲まれながら、いつか全部お気に入りに買い替えちゃおうって、ウィンドウショッピングを楽しむ生活ができちゃうわけだ。言わやすし、そこまで分かっておきながら捨てられないのが人情ですが、それでも祈らずにはいられません。皆様のお片付けの成功と将来の理想的な生活を、いざ万感の思いを込めて、グッドラック。やってやらー。ちょっとおやつ休憩したらすぐ取り掛かりますわ。それ戻ってこれなくなるやつやで。いいね、チャンネル登録お願いします。